出てえ、ほんで草刈り屋だもんな、草刈りっていうのに夏が死んでえ、草刈りっていうのに買ってくれ買ってくれてよ、何よ機械用だ、ほんとこのスライムですよ、手間までか、うん、あんだが今までこの面積手で刈ればいいじゃん、あーこんなうるしろなのするまでかかるわかったわかった、機械なんとかしてやるあ親父から草刈り来た飲まれて、ウィングモアに囲まれてるんですけども、まあこれ1台カバーは程度いいから、あとこのままジョイントカバーは抜きでこのまま使わせりゃいいやということで、機械をちょっとサクッと塗装もしなくてよければ、あの父親用に何か草刈り機をサクサクっと作ってやろうと思います。あのタンク、燃料タンクは綺麗ですね、ですんで、この草刈り機をもともと綺麗直してネット販売するつもりだったんですが、この分かりますかね、フレームもうここが割れちゃってるんで、なんていうんですかね、これをうまく溶接してあげようかなと、あとは順序よくキャブレター分解掃除ですね、そうすればかかると思います。圧縮はあるかどうか、あ、ありますあります、じゃあやっていきますか。まずですね、エンジンをかけた時のことを考えて、一発目エンジンオイル入ってるかどうか確認します。そしたら燃料タンク錆びてないか、それをチェックしますね。ここにフィルター入ってますので、このフィルターを外すと中が綺麗かどうか分かりますので、かなり綺麗ですので、まあ燃料入れれば何も問題ないという感じになりますね。あとはですね、動作チェックも兼ねて脇のサイドカバー外しておきます。ベルトは一切ついておらず、このテンションプーリー、これもかなり固着してますね。これが回らないので、ここの作業ベルト、刃を回すところの作業ベルトにこのテンションプーリーがですね、ナイフのクラッチを入れた時に上がるんですけども、この全然動かないテンションプーリーを上げると、ベルトにブレーキをかけて煙が出てしまいますので、スムーズに動くことを確認してください。もし動かないようであれば、錆止めスプレーか何かで回復する可能性はありますので、その時これを取り外す際はここのプーリーを外せば OK ですので、3点プーリーかけて取ります。そうするとですね、ここスプリングついてますので、このスプリングを外して、音立てるようであればここベアリング入ってるんで、プーリーを組み立ててですね、ここのスプリングもテンションプーリーにかけてあげて、上がった時、自然とベルトがはまってればこう戻るようにという感じになったと思います。そしたらですね、ここにコグベルトをかけてやります。たくさんコグベルトあるんで、どれかは合うと思うんで、あ、このサイズですね、ちょうど。これで、これで OK ですね。あとは走行、これが在庫であったんですが、これは長すぎますね、多分しょっちゅう貼るリングモアなんてやってますから、これだと思うんですね。こんな感じで、これは走行のクラッチなんで、なかなかこういう風にはまりにくい時はですね、もうリコイルを引いてあげましょう。こんな感じでリコイルを引いてあげればはまりますから、でクラッチを切る。
ここまでで、作業部はだいたい組み上がりましたね。エアクリーナーを外して、中のキャブレターの中なんですけども、ここチョーク、これがチョークですね。チョークを開くにした状態でスイッチをオンで、プラグが刺してあることを、刺さってることを確認して、で、爆発チェックなんで燃料はいってないですけども、これで疑似燃料を噴射させると。そうすることによってリコイルを引いて爆発するブブブブブーンという気配があればエンジンはかかりますから、 OK。 あとですね、燃料タンクは綺麗だったのは分かりますけども、燃料コックはどうか、キャブレターに行く前ですね、このフィルターのことですね、これが汚れて、少し汚れてるようであれば掃除したんでもいいと思いますね。燃料コックも掃除終わりました。燃料タンク綺麗、燃料コックもさほど汚れてなかったので、エンジンコンディショナーで汚れを取り、綺麗な状態とはいえ、キャブレター、これ一回バラして掃除すれば間違いないんですが、ここで一旦油通します。はい、そしたら、燃料入れましたということで、エンジンを引っ張ってみましょう。リコイル引いてエンジンがかかればですね、 OK です。その前に燃料コック流して、キャブレターからジョッチョジョッチョ塗らなければ、とりあえずキャブが汚いかどうかは別として、でも持ってきた当時からこう燃料コック閉まってたので、かかる可能性は高いです。ではエンジンリコイル引いてみましょう。今ここ遊んでたのはですね、ベルト押さえ、これがはまってないからですね、これをはめてあげて遊ばないようにすると。アクセルレバーがですね、ちょっと固着気味なのでそれを直して、アクセルはですね、ハンドルからずらーっとこのエンジンの方に来てますので、ワイヤーが固着してる可能性もあるので、一応これで伸びるか伸びないかちょっとチェックしてあげてと。ハンドル側にも油をかけた方がいいですね。ハンドルのワイヤー側にも。身内とはいえですね、適当なことはできませんので、エアクリーナーくらいは掃除してあげてと。でエンジンオイルも若干少なめなので、エンジンオイルも足しやらないとエンジン焼きついてしまうので、エンジンオイルを抜く箇所はここにありますんで、そして緩んだら、ここのドレーンを外してもらって、あと出にくい時はですね、ここゲージを取ってもらってここについてますんで、これで、抜けるまで待つと。 0.55 リッターなんで少し多めに入っちゃいましたが、全部入りきらないので少し残す程度で入れていきます。ドレーンを閉めてと。でドレーンを閉めて、ここの口から入れてあげます。そして普通のジョッキでは入れにくいので、こういうもの、蛇腹の細いものを突っ込んであげると。そうしたらこの中からエンジンオイル 10W30 番を入れて、入れたエンジンオイルの量をゲージで測ります。ちょうどいいですね。昔のウィングモアの弱点だったんですけども、このフレームの割れ、これをサクッと裏面から溶接 してみます。そのタイヤの側面からですね、なんですかね、本当はエンジンを下ろして両方からやれば間違いないんですが、自家用で草が枯れればいいレベルなんで、タイヤのこっち側も溶接し、ガタがなくなりました。よし、本来であればこっからこの辺にステーをかかって、この辺に溶接して、この辺にステーを買えばですね、もっと丈夫になるんですけども、こんなもんでいいでしょう。出来上がりました。ほら、できたぞ。
できたぞ草刈り機。使ってみ。